アレクサンダー・ブルツは、オーストリア人の元レーシングドライバー。1996年、2009年ルマン24時間レース、優勝。FIA 世界耐久選手権に参戦するトヨタの、ドライバーコノンであり、F1 では、ウィリアムズのドライバーコノンも務める。日本語表記では、西を、ブルツ、名を短縮系の、アレックスと記す場合もある。 1997年第7戦カナダ GP で欠場した同郷のゲルハルト・ベルガーの代わりにベネトンチームより出場。早くも3戦3戦目の第9戦イギリス GP では2位に入賞したチームメイトのジャン・アレジに次ぐ3位表彰台を果たした。第10戦からはベルガーが復帰したため、この年は3レースの出走のみだった。 1997年イギリス GP。サニー表彰台を得る。この活躍が認められ、翌1998年より、ベネトンチームのレギュラーシートを獲得し、1999年もドライブしたが、2000年には、チームメイトのジャンカルロ・フィジケラともども、走らないマシンに手を焼かされて、わずか一戦のみのポイント獲得に止まり、翌シーズンのレギュラーシートを失った。 このために1000年シーズンオフにマクラーレンのテストドライバーとして契約。一行、何度かジャガーなどたチームのシート獲得寸前まで行ったこともあったが、実現に至っていない。この頃撮影された写真で左右のドライバーシューズの色が異なっているものが見られるが、スポンサーの D2 に配慮してのものではない。2005年代40003の GP には怪我で、 欠場したファンパブロ・モントーヤに代わりおよそ5年ぶりにレースに出場し、BAR の失格による繰り上げながら3位入賞を果たした。2004年マクラーレンのテストドライバー時代ながらくテストドライバーを務めていたが、上記のジャガーとの交渉でもわかるように常にレギュラードライバーのチャンスを伺っていることはよく知られている。2006年については、 マクラーレンのテストドライバーを2005年の DTM チャンピオンゲーリー・パフェットに譲ることとなったことから DTM への転身などの可能性が囁かれていたが結局2007年以降のレギュラーシートを目指してウィリアムズのテストドライバーに就任することになった2007年イタリア GP2007 年には念願かないウィリアムズのレギュラードライバーに昇格ベネトンを放出されて 以来7年ぶりにレギュラーシートを獲得した。予選ではスピードに勝るニコ・ロズベルグに大敗するものの、大荒れのレースで確実にポイントを獲得し、カナダ GP では2005年以来の3回目の表彰台を果たした。その後のヨーロッパ GP でもマーク・エバーに惜しくも届かなかったが4位入賞を果たしている。なお、 中国 GP 後に F1 からの引退を表明し、最終戦ブラジル GP の出走を中島和隆に譲ったが、2008年1月10日にホンダからリザーブ券テストドライバーとして起用することが発表された。その年の年末にはホンダの F1 撤退が発表され、当初は2009年も引き続き後継チームのブラウン GP にて同職を継続するとされた。 しかし、開幕直前になり、チームは、ブルーツではなくアンソニー・デビッドソンを、リザーブドライバーに起用することを発表したため、今後は、アドバイザーとしての職務に専念することになると、見られている。なお、ブルーツ自身は、少なくとも、今年いっぱい、おそらく来年以降もチームに残留すると、コメントしている。2010年、F1 の参戦枠3チーム増加に伴う。 エントリー募集に対し、オーストリアの投資会社スーパーファンドと組んだ、チームスーパーファンドの代表としてブルーツはエントリー。しかし、選ばれたのは、USF-1 カンポスグランプリマのグランプリの3、チームとなり、チームスーパーファンドは2010年の F1 新規参戦の道が閉ざされた。2012年から、ウィリアムズのドライバー顧問を務める。また、 ウィリアムズからの F1 復帰が報じられたが、本人やチームは否定している。2014年より、グパダの会長に就任している。F1 デビュー前の1996年のルマイ24時間レースに、ヨーストレーシングからポルシェ WSC95 で参戦し、ルマン史上最年少総合優勝記録の22歳、4ヶ月と1日で、総合優勝を飾った。 また、2009年のルマン24時間レースでは、プジョースポールからプジョー908ハディファップで参戦し、自身2度目の総合優勝を飾った。2012年からは、トヨタレーシングに加入、ハイブリッドカーのトヨタ TS-030 ハイブリッドをドライブした。ニコラ・ラピエールと共に、第3戦、ルマン24時間レースから6戦に出場、内サンパウロ、富士。 上海で優勝し、ドライバーズチャンピオンシップで3位を獲得した。2014年シーズンは、トヨタ TS040 ハイブリッドをドライブし、チームタイトル獲得に貢献した。2015年シーズンを最後に、現役引退が発表され、2016年1月のデートな24時間レースが、ラストレースとなった。今後は、父が参戦していた。 ラリークロスへの転身を希望している。ドイツフォーミュラ3選手権、F1 予選順位は、ペナルティなどを反映した決勝グリッド f i a GT 選手権ルマンシリーズインターコンチネンタル、ルマンカップ FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レースデートな24時間レース、国際ツーリングカー選手権。ありがとうございます。